はい、こんにちは、村長です。今日は先日レポートしましたスケーラー2、これのですね、もう少し深掘りをしてみたいと思います。少し前回間違ってたところもあるんですが、スケーラーにはインストゥルメントとしてのスケーラー、そしてもう一つエフェクトとしてのスケーラーオーディオというのが2つあります。そしてこのスケーラーオーディオの方は機能的には全く同じなんですけれども、オーディオトラックにインサートして使います。このようにですね。そしてこのインサートして使うときに、ここにある音源もしくはレコーディングしている途中の音源、それを再生すると即座にこのスケーラーのオーディオのところにコードを割り出して情報が出てきます。こういうふうにですね、これがどれだけ正確かというのは鳴らしている音源にもよるんですけれども、まずはコードの分析という意味では指南の一つになると思います。それをですね、ここでレコーディングボタンを押して、そして再生すると、ここに分析したコードのリストが出てきます。ちょっとやってみましょう。こんな風に一曲全部再生したとしたならば、ここにずっとこういう風にリストで全てのコード進行が出てくるようになります。もちろん同じコードがあっても順番にこのように分析結果が表示されます。ここからコードを自分で使いたいものを選択したりすることによって、作曲のアイデアに使えたりするようになります。欲しいものを下のトラックにこうやってドラッグしてきて並び替えるということも可能になります。例えばスタジオ1ではこのようにやれば少し面白いことができます。これをすべて選択します。このように今入りましたね。これをコードを分析したいがために、このコードトラックに今このようにコードは分析されたわけですけれども、これを変更します。それではここを例えば Am にしてみましょう。そしてここも Am に切り替えます。そしてこの辺を C に切り替えてみます。こうなるとどんな風な感じになるでしょうか。音源の入れてあるトラックをコードに従うという風にします。ユニバーサルを選択します。そうするとこのように即座に切り替えることができます。もう一度インストゥルメントのスケーラーを挿入しました。もう一度読み直します。こういう画面が出ますが、イエスを押せば分析します。そして機能の設定を見ていきましょう。面白い機能にはこのボイシングというのがあります。パフォームの方でエクスプレッションを選択します。これを押すとこのようにフレーズが弾かれます。バインドを押しておくとここにすべて割り当てができます。一度これで弾いてみます。
こういうようなフレーズが弾けるんですけれども、今ダイナミックというのになっています。これをですね変えるとプラス1オクターブを選択できます。そしたらどうなるでしょうか。オクターブ上でこのフレーズが弾かれます。じゃあ次は2オクターブ、このようにここのエクスプレッションズもしくはアルペジオ、こういう選択でオクターブを変更することができます。またこのようにオクターブを上げるだけでなく範囲を設定することができます。ここは C1 から B2、 C2 から B3、 このようになっています。ちょっとやってみましょう。C2 から B3、 このように演奏する範囲をここで変えることができます。そしてここにはラッチという機能があります。ラッチを押しておくと一度キーを押すと演奏をずっと続けてくれます。僕はもうキーを押していません。押すキーを変えるだけでこのように演奏を続けることができます。次はタイミングです。今8分の1になっています。これを4分の1にします。このようにアルペジオのタイミングが切り替わりました。アルペジオのタイミングはこの設定だけじゃなくこちらの方でも切り替えることができます。ここに面白いのにノートレングスというのがあります。これは何かと言いますと、今8分の1のアルペジオが弾かれるようになっていますが、これを8分の1の長さ十分に弾くのか、タイミングは8分の1でそれをハーフにする、いわゆる詰まらしたような演奏になるかどうかです。ちょっとこれでは分かりにくいですね。4分の1にします。微妙ですがこのようにレングスのタイミングを計算してくれます。ここのプレファレンス、いわゆる本当の設定ですね。設定の方ではツールの説明をするかしないかです。今オンになっていますので、いろんなツールに持っていくと画面の下の方に英語でですけれども説明が出ます。この説明を出ても英語なのでよくわからないので、これをオフにしておくとパフォーマンスが向上するようです。前回説明しなかった他の機能としましてはボイシングというのがあります。今はボイシングが1になっています。ボイシング2というのに変更、ボイシング3というのに変更、ボイシング5というのに変更、このようにしていくと出てくるコードが変わってきます。セブンスインバーティッドっていうのにすると全てがセブンスで表示されます。実は本来はもっと細かくスケーラーの説明をしようと思ってたんですが、日本のユーザーに向けて親切なプラグインブティックさんが日本語のマニュアルを載せてくれてあります。日本語のマニュアルの方は購入したスケーラーですね、このスケーラーの方からこのドキュメントを見るの前に、ここの下でですね、インストール手順、ユーザーマニュアルのイングリッシュ、ジャパニーズ、これがありますので、ジャパニーズを選択して、そしてドキュメントを見るとすると、まあスマホではそのままブラウザーで開きますし、このように指示が出ますので、ダウンロードをしてみてください。そしてここでその
PDF ファイルを開けますと、直訳的じゃなくとっても親切なマニュアルがここにありました。細かなことを動画で説明するよりはこれの方がずっと親切と言えるほど分かりやすいマニュアルになっておりますので、ぜひとも詳しいことは見ていただければ、ページは最終ページ45ページになるほどのすごく親切なマニュアルですので、ぜひともこちらを見てください。なんか手抜きをしたような今日の村長ですけれども、皆さんぜひともスケーラーを使いこなしてみてください。またわからないようなことがあれば SNS を通じて質問などもお受けしています。村長でした。